オルズのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、LL ビーンのハンティングジャケットですね、筆記体タグ時代の、製造がですね、当時のウィルス&ガイガーの製造の個体ですね、コンボポプリンの生地のですね、クラシカルな一着になります。サイズが38ですね。はい、ではディテール見ていきたいと思います。はい、まずタグ周りですね、このような形で筆記体の、LL ビーンのタグとですね、その下にですね、ケアタグですね。これはですね、まあこのタグがつくのはですね、当時のですね、ウィルス&ガイガー製の、レジスターの、特徴になりますね。まあ、ウィルス&ガイガーのジャケットなどにもこのタグが同じくついています。製造がそのような形で、委託 OEM としてになってたものですね。はい、で、襟周りですね、この細胸の、カーキのブラウンカーキですね、コーデュロイのになってますね。これも首周りのですね、摩擦抵抗を和らげるという形です。で、肩の部分ですね、これが、ガンパッチが、キルティングで、補強されてますね。はい、で左肩にもですね、二重生地で貼り合わせの、補強があります。はい、まあ、これもハンティングらしいディテールですね。フロントは、このフラップポケットが3つですね、大小でついてまして、でフロントの、ボタンのクロージャーのみになってますね。はい、まあシンプルな、構成になってますね。はい、バックですね、背中側はですね、こちらもですね、ハンティングの、大きな特徴といえるゲームポケットがついてます。サイドにこのような形でフラップの、アクセスする、はい、入り口がありますね。で、この中がですね、背中がもう生地がですね、二重になっているので全面的にですね、収納になっている状態、非常に大きな収納スペースがあります。まあ獲物を入れたりとかですね、大きな機材とかですね、マップポケットとかですね、そういった用途で、主に使われてたというような形で、まあこれもハンティングらしいですね、いいディテールの一つだと思いますね。はい、袖先なんですけども、袖先はですね、この内側にまた、襟元と同じですね、このブラウンのカーキのコーデュロイが貼られております。はい、でボタンで調節ができるような感じですね、カフ仕様になってますね。はい、で内側なんですけど、インナー側ですね、この腰周りにですね、このストックポケットですね、があります。まあこれもアンザクッとですね、大きなものを保管、まあ獲物を入れたりとかですね、いろいろ、収納ができたというような形で工夫された構造です。サイドにこのような形でジッパーの、開閉ができるような、ことになってますね、仕様になってます。まあ、このあたりのディテールもですね、他の同時代の、ハンティングに見られる仕様ですよね。はい、ボタンで、ジッパーによる開閉ですね、ができます。はい、で、まあ、全体のコンディションなんですけども、まあ、生地のですね、まあ、状態もですね、まあ、非常に良好でですね、汚れとかですね、目立つものは一切なくですね、まあこの襟元とかですね、摩耗がしやすい、ダメージ出やすいところとか、袖口の部分、生地もですね、内側のコーデュロイも非常に良好で、ほつれとか破れとか擦り切れがほとんどありませんね。裾周りもよく、穴が開いたりとかしやすいですが、この裾周りも非常に綺麗な状態なので、まあほとんど使用はされてないぐらいの、一着だと思います。タグ周りもですね、LL ビーンのこの刺繍の文字が擦り切れたりとか、そういったこともあるんですけども、そういったこともなくですね、非常にクリーンです。まあこの時代のですね、ガイガー製のですね、
このポプリンですね、コンボポプリンのですね、まあ緻密な縫製とですね、作り込みでディテールですね、非常にですね、クラシックな作りの良いハンティングジャケットというニュアンスですね。まあ LL ビーンの独特の、スタンダードなデザインが生きたですね、非常にクラシカルな一着になります。はい、アウトドアはもちろんタウンユースでもぜひご検討いただきたいと思います。